どうも、ドムです。久しぶりですが、YouTube アップして体の使い方を、ドムなりに紹介していきたいなと思ってます。これまでね、たくさん足とか股関節の使い方紹介してきましたけれども、今日はですね、背骨、背中、胸周りの使い方のヒントを今日は少し紹介したいなと思いますので、ぜひご覧になってください。はい、で今日はですね、特にヨガとかでキャット&カウっていうねエクササイズ、あるかと思いますけれども、そのやり方に対してちょっとドム流にアレンジして、スパイスを効かして、そうした方がもっと、背骨たくさん使えるよっていうやり方をね紹介したいと思います。でこれを見ることで、背骨の動きが悪い人とか、肩甲骨周りの動きが良くないって人、あるいは肩こりがある、腰痛があるって人とかね、プラスこの肋骨周りたくさん使いますんで、呼吸が浅いって人なんかにも、おすすめします。プラスこう呼吸筋っていうね、肋間筋だったり横隔膜、あるいは腹筋をたくさん使いますんで、実はこれ僕的に考えるとですね、代謝がとっても上がります。太りにくい体を作るっていう意味でも、この胸周りをたくさん動かすっていうのはとても重要になってきますんで、背骨を使うのが苦手、呼吸をするのが苦手、肩周りが硬いっていう人はね、ぜひ見ていただいたらいいかなと思います。はい、で今日はね、紹介するエクササイズ、キャット&カウ、先ほども言いましたけれども、四つん這いの状態で背中を丸めたり伸ばしたりっていう運動なんですけれども、体の目印をたくさん、皆さん持っていただいたらいいかなと思います。例えばですね、正方形の折り紙を三角形に折るときに角と角を合わせますよね。角と角っていう目印があることで、綺麗な三角形を折ることができるんですけれども、体も正確に丁寧に動こうと思った時に、そういう目印がたくさんあればあるほど、正確に動けるようになってきます。で、今日使えるかなっていう体の目印で覚えておいてほしいのが、肩甲骨、ね、背中の肋骨の上にポンって乗ってる肩甲骨と、鎖骨ですね。この鎖骨の付け根からこの肩の先まで、これ、こんだけ鎖骨ありますけど、この鎖骨っていう、目印を、覚えてください。プラスこの鎖骨と鎖骨が交わって、この真ん中、ここ胸骨っていう骨があります。胸骨ね、ネクタイみたいな骨ですね。これぐらい、心臓マッサージするときに押す骨ですね。胸骨っていう骨、これを目印です。それともう一つ、覚えておいたらいいなと思うのは、お尻の骨、背骨ずっと辿ってって、ちょっとこの高さじゃ見えないですけれども、背骨ずっと辿っていくと尻尾の骨ね、尾骨、尾底骨っていう人もいますけど、尾骨ね、尻尾の骨、これも、とっても目印になるので覚えておくといいと思います。あとは僕がよく言うのはお尻の穴ですね。お尻の穴の向きを変えるっていう、表現よくしますけども、これは骨盤をローテーション回すときに、すごくいい目印になるので、ぜひ、この肩甲骨、鎖骨、胸骨で尾骨、あるいはお尻の穴、それぐらいの目印を今日はちょっと意識して動いていただいたらいいかなと思います。では実際に、エクササイズしていきましょう。はい、それでは実際に動いていきたいと思うんですけれども、キャット&カウで背骨をたくさん動かすっていう前に、理解しておいてほしいのは、背骨を動かすっていう時に背骨だけが動いてるわけじゃなくて、背骨からね、胸椎から特に生えてるんですけども、肋骨がたくさん動いてるんだよっていうのをちょっと意識できると、また動きの質が変わってくると思います。肋骨のイメージは腸腎ね、腸腎をビローンって広げたようなイメージをしていただくといいと思うんですけれども、背中を丸めるときは腸腎の後ろ側の腸腎ビヨンって広がって前側が縮んで、あるいは背中をこう伸ばすときは前側の腸腎がビロンって広がって後ろ側が縮む、腸腎とかアコーディオンとか、そういうイメージを少し持つだけで体の
動きが変わってくると思うんで、まあ腸腎分かりやすいと思うんですけど、腸腎をね、ここに持ってるっていうちょっとイメージをしてあげてください。でそれをたくさん動かしていくんですけれども、丸めた時に後ろに肩甲骨があると邪魔になるんで、そこで肩甲骨を開いていきます。開いて肋骨を後ろに押し出す。で反対にこう前を開く時は肩甲骨を寄せてあげて、その肩甲骨で肋骨を前にギュッて押し出すようなイメージで前側の肋骨を開いていきます。こういうイメージね。で、まあ今肋骨を先行して喋りましたけれども、肩甲骨が開いたり閉じたり開いたり閉じたりします。わかりますか？それと同時に背骨が動いてるっていうイメージをしてくださいね。で肩甲骨って体の後ろ側にあるので、意識しづらいっていう場合もありますね。そしたらその肩甲骨にこの肩でつながっているさっき言った鎖骨をですね、ちょっと意識してあげるといいと思います。肩甲骨は鎖骨とつながってますので、鎖骨が動けば肩甲骨も必ず動きます。なので肩甲骨を開きたいときは鎖骨を前で寄せます。ぐーっと前に集めていきます。すると肩甲骨は勝手に開いていきます。反対に鎖骨を後ろにぐーっと引っ張って胸を開いてあげると、肩甲骨は必ず勝手に後ろで寄ってきます。なので肩甲骨のイメージがちょっと難しいって人は鎖骨に焦点を合わせてあげるといいかもしれないですね。で肩甲骨意識できるって人は肩甲骨を意識して、肩甲骨開く、で肩甲骨寄せる閉じるっていう意識をしてあげてください。はい、これだけで背骨たくさん動いてるの分かりますか？すでにね、この肩甲骨を開く、で後ろ肋骨ね、腸腎ぐーっと開いていくイメージ、肩甲骨と肩甲骨の間から肋骨を押し出します。ギュッとね。で反対に肩甲骨を寄せていって、その寄せた肩甲骨で肋骨を前にキュッと押してあげます。ちょっと斜め上のイメージの方がいいかもしれないですね。ぐーって寄せていきます。はい、すると前の肋骨、前の腸腎ぐっと開いていきます。これの繰り返しです。なんとなくイメージできますか？でここに僕は肩甲骨呼吸って呼んでますけれども、呼吸を加えていきます。肩甲骨を開いた時に吸い込みます。で肩甲骨を寄せる時にって吐きます。通常の呼吸ね、胸で呼吸をする場合、吸う時に胸が上がって吐く時にシューって降りる、こういう呼吸がね一般的かもしれませんけれども、その反対です。肩甲骨を開いて後ろに飛び出した肋骨、この背中側で息を吸い込むイメージです。吸って今度はそれを前に押し出すことで吐きます。吸い込む、吐き出す。今あぐらでやってますけれども、正座でやってもらってもいいし、椅子でもできますし、立ってやっても、立ってやった方がね、股関節周りがもっとリラックスできるんで、もっと楽に使えるかもしれないですけども、今はあぐらでやりますね。吸うときに肩甲骨開いて、吐くときにシュー寄せます。はい、どうですか？さっき言ったね、折り紙の点と点、目印をね、合わせていくようなイメージで、しっかり肩甲骨とか鎖骨、あるいは肋骨、胸骨っていう、この目印が必ず動いてるようにね、してくださいね。そこが動かない状態でやっても何も体は変わってないのでね。肩甲骨を開いて吸い込む、肩甲骨を閉じてシュー、この胸骨を上に突き上げにいく、はい、こういうような呼吸の仕方です。それに、今はね、上半身このエリアしか使ってませんけれども、さっき言った仙骨とか、尾骨とお尻の穴みたいな
そういうところを加えていくと、もっと全身的な動きになってきます。肩甲骨を開いて、息吸い込むときに、この尾骨、あるいはお尻の穴から肩甲骨を遠ざけていきます。ここから吸い込む。わかりますか？この背中側の距離を長くします。吸って、反対に吐くときに、肩甲骨突き上げてるんだけど、尾骨と肩甲骨の距離を縮めていきます。吸って、遠ざけて尾骨と肩甲骨。吐いて、はい。ね、骨盤と肩甲骨っていう関係をどんどん作っていきます。ここまで OK。ここから今の呼吸を四つん這いのキャット&カウにつなげていきます。肩の下に手首で、お尻の下に膝が来るようにね、しましょう。このままさっきのイメージで吸いながら肩甲骨を開いて、その肩甲骨の間から肋骨を押し出します。で、その肩甲骨と今度はお尻の穴ね、尾骨をぐっと遠ざけていきます。下に。これで胸椎も動くし腰椎もしっかり動いていきます。で、吐きながら肩甲骨寄せて、寄せた肩甲骨で肋骨を押します。で、尾骨を肩甲骨に近づけていく、あるいはお尻の穴を上に向けていくようなイメージです。で、吸い込んで肩甲骨を開いて肋骨を押し出す。吐いて肩甲骨を寄せて肋骨を押し上げて、前にね、ここに肋骨を押して、で、お尻の穴上向きで、気をつけたいのが、この胸をたくさん使ってるつもりがすごい首ばっかり使ってる場合があります。どういう感じかっていうと、丸めた時に、吐いた時に首だけ動いてる感じですね。首はなるべくリラックスです。いつも下向きでもいいぐらい、首の力を抜いてストンと、ここで吸い込んで肩甲骨開いて、お尻の穴下向きで吸ったら、首下のままでも全然構わないです。ここで首に力が入らないように気をつけてください。あと3回ぐらいします。吸って肩甲骨を開きます。その肩甲骨の間から肋骨突き出します。で、お尻の穴下向き、尾骨と肩甲骨遠ざけ、で、吐いて肩甲骨寄せて、寄せた肩甲骨で肋骨を前に突き出します。で、お尻の穴上向き、尾骨と肩甲骨を近づけます。はい、吸って肩甲骨を開く、お尻の穴下向き、吐きながら首には力入れないように肩甲骨寄せて、お尻の穴上向き、もう一回吸って、で、吐いて、はい、こんな感じです。どうでしょう、一緒にやってできましたか？ね、実際ね、ヨガのいろんな先生がいたり、ストレッチの先生がいたり、いろんな教え方あると思いますけれども、どれが正しいとか間違ってるじゃなくて、これは僕流ですからね、他の先生のところでこのやり方やったら怒られるかもしれませんのでね、気をつけてください。ドム流の、肋骨背骨の使い方でした。ぜひね、やってみて。これやりやすいとか、いつもと違う感覚があるっていうんだったら、OK だと思います。ちょっと自分に合わないなと思ったら、違うやり方また試してみてください。はい、こんな感じです。どうですか？いろいろ、こう体動かして、体、向き合ってね、感じることで、いつもやってるようなエクササイズでも少し感じ方が違ったとか、
動きやすくなったみたいな感覚があったら嬉しいなと思います。これがねちょっとドム流のキャット&カウのやり方でした。肩甲骨呼吸ね、肩甲骨をたくさん使って肋骨をたくさん使った、こういう動きの中での呼吸っていうのも少し練習してみると、背中もっと柔らかく使えるようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。最後ね、少し宣伝になりますけれども、 BTS トレーニング、足のつま先をたくさん使うことによってね、体全身を調整 していこうっていう、トレーニングメソッドです。またね、興味ある人はご連絡いただいたら、詳しく紹介できますので、興味のある方はご連絡ください。はい、それでは次いつお会いできるか分かりませんが、またリクエスト等あればね、メッセージください。それでは皆さん、さようなら。